水深に脇絵巻二世は、鎌倉時代から南北朝時代にかけて流行した大和絵系の肖像画を指す絵画用語。人物や牛馬の要望を造主に似せて描いたもので、写実性、記録性が強い。従って、尊通や礼拝のために理想化された肖像画や禅宗における珍奏などを二世とは呼ばない。特色としては、 細い薄墨線を引き重ねて目鼻立ちを整え、対象となる人物の特徴を捉えようとする技法を用いていること、また、作品の多くが小幅の資本に描かれていることが挙げられる。後鳥羽天皇、造句下列影図花園天皇造平安時代以前に、は、一般に、自身の要望が明らさまに描かれることをはばかる傾向があり、肖像画といえば、 およそ高僧像が中心で、世俗人物の肖像は稀であった。このような傾向に変化が生じたのは、平安末期のことである。玉葉によれば、上安三年に、賢春門人の発願でなった、最小公院御堂の正寺絵には、時は三つ長によって、平野行慶、日吉美ゆや、高野美ゆのありが描かれたが、実際に愚部した苦行の綿棒だけはその道に堪能な、 藤原隆信が手掛けたという。また、喫記によると、四天王寺の念仏堂には、後白河上皇の仰せによって、藤原隆義が描いた賭場上皇のおかげが安置されていたという。これらの作例はいずれも現存しないが、未世の先駆的作品として位置づけることができるものである。この画法は、 高信の古真実によって体制され、二世としてのジャンルが確立された。その後、高信真実の家系は14世紀前半の、合心に至るまで、次々と二画家を輩出した。現存する代表的な二は、この画派が関わったと見られる作品が多い。合心以後、二世技術が継承された形跡はない。その理由として、 家計内で技術を継承する者がいなかったことにも、よるだろうが、真相に代表される、二性的な写実的病法が、社会に広がり、発展的に消滅したと考えられる。赤松敏秀によると、陰性期以前において、天皇、石官ら権力者の生前に肖像を描くことは、性的に図素成功の機会を提供する恐れがあった、ため、彼らは、 肖像制作に関心を示さなかったとされるが、この説には反論もある。玉洋上安3年9月9日及び12月7日上。なお、玉洋の騎手である、九条金座根は、このことを、既得と表し、自分がそこに描かれなかったことは、第一の妙がなりとしている。これは、当時の九行にとって、自身の要望を描かれることへの抵抗感が、 なお根強く残っていたことを物語るエピソードである。喫起上案4年9月22日上。これを、品定めの手段、一種のブロマイドとして利用されたとする、説がある。棚橋光雄、後白川法王講談社学術文庫 ISBN978 から40億6159万7778、十九から七十 p ありがとうございます。